ちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、静岡県に来ております。今は静岡の御殿場あたりをね、走っております。またね、緊急事態宣言が出るんじゃないかっていうぐらいになってしまっておりまして、でまあね、もう1回ぐらい旅行に行けるんだったら行きたいなということで、どうせ行くならまだ1回も行ったことのない場所をこうずっと探してたら、静岡県の川根温泉っていうんですかね、川根温泉というところになんかねコテージがあって、そこに道の駅とコテージが一緒になってて、なおかつ温泉がついているコテージがあるそうで、そこにねちょっと行ってみたいと思っております。そして初めて行く場所なので、観光もねすごく楽しみにしております。では、今からですね、静岡県の伊豆半島を越えて、その近くにある道の駅に向かいます。デイ、すっかり雨もやみましたよ。そしてどこら辺からだろうかね、ずっとねドライブしたことのない道だったんですよ。暗いとはいえね、新しい景色見るのはね楽しくて楽しくてしょうがなかったですね。残り5分ぐらいで道の駅着きます。そちらも楽しみです。着きました。道の駅藤川ラクサさんでいいんですかね。なんか道の駅感が全くなくて、車をどうやって止めたらいいかが分かんない、こんな感じなんですよね。これはどうなんだ、止められんのかな。車中歩いてみます。ネットでいろいろ調べてみたんですが、結構不思議な道の駅というかサービスエリアと合体していて、これ観覧車見えますかね、違うところの駐車場を見つけました。そちらに今車止めました。また中見てみますか。これはすごい、なるほど、完全にサービスエリアと合体してるんですね。でもこっちの出口がサービスエリアだ、高速の方だ。面白い、ここ高速側出てみました。これここ面白いですね、こんなになってると思わなかった、かなり広いですね。また明日のお昼にここにまた来たいと思います。お手洗いも結局サービスエリアのお手洗いなんで、すごく綺麗ですね。では今まだ1時ぐらいですかね、午前1時ぐらいなんですけど、今日はね寝不足なんでね、寝れると思います。また朝お会いしましょう。おやすみなさい。おはようございます。朝の9時です。見てこれ、天気と、そして富士山、綺麗。かなり寒いんですけど、何これ。ではまたですね、朝のサービスエリア道の駅ですね、軽く歩いてみますか。
く運動ですね。風が強すぎる、寒い、こんな天気いいのに。朝の高速のサービスエリア、いい雰囲気ですね。そしてこちらが昨日の店内ですね。もういろんなお店が開いておりまして、いいね、これすごいな。ここまだ他の階もあるそうなので、時間が合えば見てみようかなと、そういう感じですね。洋服屋まである。私がですね、車中泊をしてるのはこちらなんですけど、こちらのサービスエリアの方なのかな。で、もう一個実は建物があって、そっちの方がでかいっていう。これ見てください、こっちが道の駅の方なのかな、共有で。こちらが1階から4階まであんのかな。あ、天然キノコ汁ある、寝起きにいいかもしれない。これでもかというぐらいね、サービスエリアとお店の数を合わせたら凄まじい数ありますよ。そして店内ですね。なんだよここ、規模がすごすぎる本当に。あとまだ別のフロアで展望か、展望のラウンジがありますね。行きますか。ゆるキャンの舞台にもなったんですよね、これはね、きっとね。今これフードコートですかね、入ったんですけど、景色すごい。何これ、何ここ、ゆるキャンの写真がたくさんある。モデル地の紹介。あ、これはさすがにフルコートじゃないな。ふもとっぱらこれ行きましたね。まだねゆるキャン見てないんですよ実は私、結局。そしてこちらが実際に使ってるものなのかな、そうっぽいですね。ゆるキャン見てる方々だったらわかると思うんですけど、結構このバイク大きいんですね。運転しやすそう。この下の駐車場が昨日の夜か、昨日の夜最初に着いた場所ですね。こっちに止めないでよかった本当。これは5月までなんですね。いつから始まってたかわからないですけど、着いてましたね。そして同じフロアにパノラマレストランですね。まだ時間が早いのでお店が開いてないですね。先ほど入ってきた3階ですね、3階にフードコートがドンと、広めのフードコートがあります。ここで食べるかもしれないですね。2階です、こちらが2階でまだ開いてないんですけど、これは体科学。そしてどんぶら体験館、どんぶらなんだこれは。ここもまだ時間が早いんでやってないですね。やっぱりアンパンマンの音楽が。セミナールームとかありますね。すごい広い空間があります。はい、こちらが1階でございます。
観光案内所になってますね。メインは3、4階とかなのかな、2階もか。こんな感じですね。まだあのね10時になってないんで、開いてないところが多いので、一度ご飯を食べてまたどんな感じなのか見てみます。フードコートに来ました。 BGM が流れてるんで喋ってごまかしてます。ここで名物を食べます。桜エビ味噌ラーメン、塩ラーメンを頼みました。そして今ここが私の席なんですけど、絶景、来ました、エビ塩ラーメンですね。結構いろんな観光地で桜エビそばとかはね食べたことあるので、今回はラーメンです。ごちそうさまでした。いやあのね、フードコート独特のね味で美味しかったですよ、本当。では他の階がどうなったのか軽く見てみますかね。先ほどアンパンマンが流れていたところですね。開いてますね。うわー、寿司がうまそう。これも良かったね。有名なお寿司屋さんなのかな。10時を過ぎてお店も開き出して、人もね多くなってきて活気が出始めましたね。何度も見てますけれども、こちらが展望台です。さあ、綺麗だよ今日は。なぜかこの道の駅で白い恋人を買ってしまうというね。車の中に戻ってきました。楽しみすぎましたね。思いのほかすごくて、1時間以上いたかもしれないですね。でですね、この後買い出しをして少し観光してから、本日の宿に向かおうと思ってるのですが、すでに車中泊からこの道の駅を楽しむまでで、おそらく結構長い動画になってると思うので、ここは一旦分けて、次の観光編に、動画を映したいと思っております。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。では続いて観光編でお会いしましょう。バイバーイ。なのでもう1店舗大きめのスーパーに寄ることになりましたね。というか見てくださいよこの景色。